おはようございます、京平です。よろしくお願いします。本日は今はもう若手バンドマンなら知らない人はいないと言っても過言でないというか、もうむしろ知らなければいけない、音楽業界の最重要人物にゲストに来てもらってます。話せるようになったのは本当最近で、もちろん存在はしてたんですけど、どうやって今の立ち位置になったのかとか、僕もいろいろ聞きたいことがあるので、めちゃくちゃ貴重なインタビューになると思います。でライブハウスの裏側チャンネルらしく裏側に迫っていきたいと思います。で一番最後には若手バンドマンが一番気になってる質問をしたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。ということで、本日のゲストは見放題主催者のタミヤさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。軽く自己紹介を早速ですけどお願いします。見放題というサーキットイベントを主催してます。あと東京コーリングとか広島の春バンというサーキットとかやってます。とバンドのマネージメントやレーベルやライブ制作やいろいろそういうことをやっている謎の人物です。よろしくお願いします。お願いします。そうですよね、結構ね謎が多いというか、実際会ってちゃんと話したのは今までは1回だけ、たまたま、はい、鴨川で飲ませていただいて、鴨川で飲んだだけ、河川敷で飲んだのが1回で、でその後ね今流行ってるクラブハウスで何度もお話をさせてもらって、続き出しますね。でそれで、まあ、この YouTube を撮らせてくださいってことでオファーしたら撮らせていただけることになったんで、はい、ちょっといろいろね聞きたいと思います。はい。で、まあ、まず見放題の主催者っていうのが、まあ、一番のタミヤさんの顔だと思うんですけど、はい、その見放題をやる前までは何かバンド活動とか、なんか裏方をやってたんですか？自分はバンドはやったことないんですよ、実は。で、大学生の頃に、まあ、元々というか、ライブめっちゃ好きで、年間、それこそ100本、200本みたいなライブ行ってるやつだったんですけど、はいはいはい。インディーズバンドのスタッフをやらせてくれという形でやったのが大学生の頃で、うんうん、それがまあまあスタートというか、見放題の前何やってたんですかと言われると、そういうことですね。バンドのスタッフやってました。その後まあサラリーマンになるんですけど、普通にサラリーマンしながらイベントやったりとかしてまして、見放題の前で言えばそういう感じですね。あ、なるほど。プレイヤーじゃなかったってことですね。そういうことですね。はい。もともと広島出身なんですよね。まあこれ広島もほんま出身なだけで、別に住んでたこととかほとんどないんで、はい、ああなるほど。マジで出身なだけなんですけど、未だに広島が愛してるみたいな感じなんですか。大阪育ちですよ。あ、ずっと大阪育ち。はい、そうです。見放題を始めたのが2008年だと思うんですけど、はい、どういうきっかけで始めたんですか？まあライブハウスでイベントを2ヶ月3ヶ月に1回やってたんですけど、まあやっててもやっぱこの世間の人に目に留まらないじゃないですか。なかなか来た人ぐらいにしか気づかれないというか、当時 SNS とかもなかったので、まあほんとなんか自己満足というか、自分たちで面白いことやってるつもりでもあまりこう外に広がっていない感覚があったので、やっぱなんかもうちょっとパンチあることやらないとなという感じで、まあ、当時近くに個人でイベントやってるやつが仲間がいたんですけど、そいつと2人でやろうというのが立ち上げたのが見放題だったんです。最初の2008年は、まあ、今の形と違うというか、オールナイトだったんですよね。そうです。1年目ね、昼間から次の日の朝までやって疲れ果てすぎて、これは違うなってなったんですけど、1年目がちょっとやりすぎて、これは打ち上げもできないし、もはや楽しく、最終楽しくないなってなって、これやめようって1年目の大失敗はそこですね。あ、なるほど。2年目以降はオールナイトじゃないですか？やめましたね。打ち上げ楽しいなってなったんで、ちゃんと普通の時間に終わって打ち上げするみたいな。それで2年目以降はそうなっていきましたね。はい。そもそもそのオールナイトに最初しようと思ったのはなんでやったんですか？いや、なんか、まあ、やってないこと先のやりたいやんの、やりすぎバージョンです。サーキット朝までやってるサーキットなくないみたいなことで。はいはいはい。これめちゃめちゃ面白いんちゃうっていうので。まあ、もちろん深夜のライブとか面白かったんですけど、お客さんもお酒飲んで楽しいんですけど、これ運営的にはちょっと厳しすぎるな、みたいな。あー。でもおもろそうっすけどね。面白かったっすけどね。でも、バンドマンどんどん帰っていくんで、最終打ち上げできないじゃないですか。はいはいはい。その時間もやっぱり大事なので、これはやめようみたいな。なるほど。はい。まあでそれからどんどん会場も増やして、まあ今の形にもなってきたと思うんですけど、うん、はい、その今増えてったりこう会場を移したりしてるっていうのはなんかどういう流れでそうなってたんですか？まあやっぱり最初4会場とかから始まったんですけど、まあどん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 呼びたいバンドも増えるし、大きくしていきたいというか、まあそれなりにやっぱ力強いバンドも呼びたいってなるので、大きい会場借りていったりとかしていて、最初大阪梅田やったんですけど、4年目から大阪の南に移って、やっぱりこう南ホイールっていう大きな目標があるじゃないですか。なのでやっぱりそこにこうね、肩並べるっていうのはあれですけど、やっぱりそこに近づきたいなみたいな気持ちもあって、まあ増やしていってるっていうところで、まだまあその途中ですけど。ちなみにこれもめっちゃ気になるんですけど、はい、その最初会社員をやられてたってことで、
2008年は会社員だったんですか？会社員ですね。どのタイミングでこの音楽業界一本になったんですか？4年目終わって5年目のタイミングやったと思うんで、南に移って2年目のタイミングで会社辞めましたね。それからというものはもう今は音楽業界だけで？そうですね、音楽業界だけで生きてるという形ですね。なんかきっかけあったんですか、そのもし会社員辞めてこっちでやろうっていうのは。いやー、だから あまりにもやっぱ両立するには厳しすぎて、うん、まあ、仕事時間サボって見放題のことやってるっていうのが増えてきて、はい、まあこれは良くないなっていうのがやっぱり思ってきて、あとはまあ音楽一本で一回勝負してみたいなみたいな、そういう気持ちもありましたよね。まあ会社員やってると言ってしまうと会社員の給料があるんで、まあ片手間になるじゃないですか、どうしても。音楽一本でこう生きていくっていうのは、まあそこでやっぱお金を得ないとダメなんで、まあやっぱりバンドマンとか近しい音楽関係者が頑張ってる人多かったんで、ちょっと自分も一回そこの土俵で戦ってみようかなっていうのがきっかけですね。で、ってことは今それ10年ぐらいですか？そうですね。10年近く、もう10年ぐらいになりましたね。はい。ということで、まあそのどんどん会場も増やしたり、で、最初は大阪だけやったんですけど、今東京とか、なんかフェスとのコラボステージとかもあると思うんですけど、どんなんかコラボステージもありますけど、はい、札幌のインパクトとコラボしたりとか、金沢のミリオンロックとコラボしたりとか、そういうこともやらせてもらったりとか、まあ名古屋のデラロックもそうですけど、たくさんコラボステージが増えていってて、一緒にやれてるのは、まあ、楽しいですけどね。すごいですね。最初大阪だけやったのに、そんだけ広がっていくっていうのは。そうですね。まあ、東京コーリングの流れもあると思うんですけど、はい、東京コーリングは東京、大阪、名古屋、福岡の人間でやってるんで、まあ、そういう横のつながりも増えていったので、結構全国で一緒にやろうよと言ってもらうことが増えてきましたね。まあ、そうやってまあ広がっていったんですけど、去年2020年はコロナの影響で開催を断念されたということで、東京と大阪がなしになった。どんな心境でした、その時？まあ、東京がやっぱり厳しかったですね。多分開催の2週間切った段階で政府がこう発表していって、ライブができなくなっていく空気感が出てきたので、本当直前の中止みたいな形になったので、まあいろいろしんどかったですね、はい、やっぱやるっていう選択肢はなかったです。一度まあ、出れない人もいるんで、規模縮小してやるって言ったんですけど、多分開催4日前にやるって言って、2日前にやっぱりやめますって言いました、ね、やっぱ無理やってなるんですか？やっぱ無理やなってなった。あ、そうなんですね。1回やるって言ったんですけど、俺がやらな誰がやんねんと思って、これはライブハウスのために立ち上がるのは俺やろうと思ってやったんですけど、これちょっと無理やなって。あ、無理やったんですね。自分こう SNS とかもこう代表っていう顔が見えてる形なので、まあこう来るじゃないですか、いろんな意見とか批判も含めて、はい、直接来るので、まあ、そういうのも大きかったですし、テレビが取材させてくれみたいなのも来たので、まあ、やっぱりそうすると、ね、出演するアーティストにも迷惑かけることが多いなと思って、ちょっとそこで断念はしましたね、最終。まあ、状況がね、もう本当に今でも どんどんね、一日ずつ変わっている状況なんで、まあ、何が正しいかわからない状況だとは思うんですけども、で、まあ、その開催を断念しただけじゃなくて、なんか2つ代わりにというか発表されたのがあって、1つ目がライブハウス支援プロジェクト、ライブハウスエイドイン見放題で、2つ目が見放題クラウドファンディングセーブザ見放題、まあ、これらはどういう思いで始めたんですか？セーブザ見放題は、まあ、その本当東京見放題中止の、まあ、中止直前やったんで、めちゃめちゃ払い戻しとかライブハウスのキャンセル料とか、まあ、1円も収入ないんですけど、とんでもない額の負債があったので、それ助けてっていう思いはあったんですけど、まあリアルなとこ。で、まあライブハウスエイド見放題は、まあ、逆にやっぱライブハウス助けたいっていう気持ちがそこから芽生えてきたので、特に大阪の見放題キャンセルしたんですけど、ほぼほぼのライブハウスさんがキャンセル料いらないよって言ってくれたんですよね。まあ、多分それは僕とのずっと10年ぐらいやってるつながりだったり、いろんなものがあったのかなと思うんですけど、でもその日を飛ばしてるのは間違いないので、まあ、自分としても少しでもこう返せるものを作りたいし、でも自分の力だけじゃなかなか返せなかったんで、こう今まで出演してくれたアーティストとかに協力をお願いして、出演者の音源をデジタルコンピにして、それを販売するって形で取らせてもらったんですけど、まあ、それで売り上げを作ってライブハウスさんに寄付というかこうさせてもらったって形ですね。それによって、まあ、正直どうですか、助かりましたか？自分はクラファンはありがたいことに助かりましたね。400万円近くいただいたので、それは本当に助かりましたね、うん、はい、ということで、まあ、そうやって2020年はそうだったんですけども、今年2021年、実際、まあ、いろんなその見放題に関わるイベントというのは開催され始めてますけども、まあ、それも含めて今後見放題2021年はどうなりますか？今ね、3月やりますというふうに宣言させてもらってるんで、よほどのことがない限りやろうと思っていて、
まあもうそれぞれがそれぞれしっかり判断して考えればいいんじゃないかと思っていて、まあその去年秋からイベントずっとやっているんですけど、まあその空気感とかライブハウスの現状とか見たら、まあ僕らはやっぱやる方向で発信していかないとダメな立場の人間かなと思っていて、まあバンドはまあそれぞれ考えることあると思うんで、まあ出てくれるというバンドと一緒に僕は進んでいこうと思っているっていう現状ですね。じゃあもう基本的にはもう開催をするという、そうですね、流れで。はい、ただもう売り上げとかどうなるのかとかあんまもう考えてないですけど。ああ、はい、いやそうっすね、もう今はとりあえずこう現場を取り戻していくっていうのが大事ですからね。そうですね、だからあんまりもう計算せずに、もはや費用とかどう考えても例年よりかかるんですよ。人も雇わないとダメだしとか、やっぱり細かいことが多いので注意事項多すぎてお金かかるんですけど、でも半分以下にしか絶対入れないんで絶対マイナスなんですけど、まあそれでも今はやっぱりこう現場を取り戻していくのが大事だなと思ってるんで、やれることをやって他で頑張ろうみたいな。ありがとうございます、いろいろ教えていただいて。ちょっと僕もその見放題自体があんまりこう接点が少なかったんで、うん、でもこうやってタミヤさんと知り合えたんで、今後はちょっと僕も何かしらお手伝いさせていただけたらと思います、ね。はい、大作戦と毎年被ってますけど大丈夫ですか？そうか、だからか。そうなんですよ、京都の人接点ないのね、それなんですよ。だからか、なんでやと思ってたら日程変えたいんですけどね。いや全然変えれるはずなんですけど、もうなんかね前後のね週とかもね、もうみんなやりだして、うん、動けなくなったんですよ。次の週とか、ね、渋谷ジャックとか始まっちゃって、一週本当はずらそうと思ったんですけど、もうずらせないなってなってきて、うん、あれ一生大作戦と被るんかなっていうそうですね、もう僕も京都大作戦は1年目からもうずっと関わらせてもらってるんで、まあ、そうですね、はい、そうか、だからか。そうなんで、なんで見放題行ってない、そんなに俺が関わってるバンドが出てないのかなと思ったらそうじゃなくて行けないんでしたね。行けない理由が京都の人には、はい、そっかそっか。あう、はい、ということでいろいろ教えてもらいましたけども、最後に今若手バンドが一番気になってる質問をしたいと思います。ズバリ見放題に出るためにはどうしたらいいですか？どうしたらいいんですかね仲良くなったら大体出れますけど。タミヤンさんと仲良くなったら出れる。いや、まあまあそれはまあ冗談のような本当ですけど、うん、まあでもやっぱり何かしらこう目立つことをしてたら、気になることをしててくれたら目につくというかのかなと思って、まあ、どの方向性でもいいんですけど、やっぱなんとなく平均点よりは一箇所でも尖っといてくれた方が、何かでこう話題になるとか何でもいいんですけど、あると出会うきっかけが増えるのかなと思って。出会わないとやっぱ呼べないし、もし一回出会っても次のこうライブ見に行くタイミングがないと、やっぱりどうしても僕も繋がっていかないので、自分もまあ頑張って出会いに行こうとしてるつもりなんですけど、でもそれでもやっぱり出会えてないバンドがいっぱいいると思うんで、出会ってください。なるほど、実際こう音源持って見放題出たいです、出させてくださいって多分実際来てると思うんですけど、はい、それは全然ありなんですか？いや、まあその場合そういうバンドが多いと思いますけどね。それで僕ライブ見に行ってっていうことが多いですし、うん、まあもちろんそうじゃなくて MV が良かったから見に行くってこともありますし、まあ、それぞれだと思うんですけど、うん、でもそんな、まあ、見放題そんなことないです。大したこと大したことないことはないです出てもう、まあね、どうなんですかね。いやいやいや、もう絶対って思ってるバンドは山ほどいると思いますよ。いやでもそれはでもいろんなきっかけありますよ本当。だからそれこそじゃあ京都グローリーの恭平がこう推薦してくれたとも出るきっかけじゃないですか。ああ、そうですね。そういうのなかったらやっぱりどんなバンドか僕も分からなかったりすることが多いので、やっぱ誰かでやっぱ応援してくれる人がいるっていうのもすごい強みだと思うんで、うんうん、そのバンドも多分いろんなところでいろんな人と関わってると思うんで、僕の知り合いを見つけてください。そういうのも大事だと思います本当。ありがとうございます。はい、という感じで今回のゲストは見放題の主催のタミヤンさん、ゲスト来ていただきました。せっかくなんでね、ちょっとあと1本動画撮りたいと思ってますので、気になるなと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いします。というわけで一旦終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。